最初にやってきたのはパンとビストロのお店エペさん。吉祥寺駅から徒歩2分、焼きたての種類豊富なパンと夜のビストロ営業が大人気です。今日は意外と知られていないお得なモーニングを紹介します。朝8時からいただけるカスタムモーニング、こちらのメニューの中から好きなものをチョイスします。お店自慢のクロワッサンとカンパーニュ、オーブンでじっくりと焼き上げられたジューシーなローストトマトとプリップリのソーセージを選びました。食べ応え抜群です。美しい層の絶品クロワッサン、外はパリパリサックサク、たまりません。オリーブオイルが香るアボカドナッツが乗ったカンパーニュ、トロトロのポーチドエッグはパンとの相性抜群。季節のポタージュもビストロクオリティですごく美味しかったです。帰りはベーカリーでお土産を買うのもいいですよね。ぜひ行ってみてください。続いてやってきたのは中目黒駅から徒歩6分、ヨーロッパの田舎暮らしがコンセプトのラビアラカンパーニュさんです。モーニングは朝9時から11時、1階は小さなベーカリーとセレクトショップです。カフェは2階へ上がります。アンティークで可愛らしい内装に何度訪れても心を奪われます。ランチタイムは混雑することも多いですが、モーニングは土日でも余裕があります。注文したのはモーニングのスープとパンのセット。可愛らしいカゴのパンは好きなものを選んで食べることができます。メインは具沢山の温かいスープ。これからの寒い季節に体の芯から温まるスープは嬉しいですよね。パンはシンプルなものから甘いものまで、じっくりと煮込まれた具材が焼きたてのパンとよく合います。塩分控えめの優しい味付けが朝の体に染み渡ります。テーブル席とカウンター席があるので、一人で行くのもよし、友達や家族と行くのもよし。シンプルで丁寧なモーニング、ぜひ行ってみてください。続いてやってきたのは祐天寺、駅から徒歩6分、ルーリーさんです。お得なモーニングが密かに注目を集めています。海外のようなおしゃれで落ち着きのあるインテリア、コーヒー豆のいい香りにワクワクします。注文したのはフレンチトーストのモーニングセット、カリッと焼かれたイギリスパンのフレンチトーストにメープルシロップをたっぷりとかけていただきます。カリカリベーコンも合わせて甘じょっぱい幸せの味です。
ャリッとした粒の大きな岩塩をつけて食べるあんバタートーストも絶品です。そして見た瞬間頼まずにはいられなかった期間限定のかぼちゃのシフォンケーキ、伝わるでしょうか。このふわふわ感、食後でもペロッといただけます。粒感のあるかぼちゃと優しい甘さ控えめのホイップが最高です。ベビーカーで来ていたお客様にも優しい店主さん、ぜひ癒されに行ってみてください。続いて紹介するのは中目黒のアローさんです。駅から少し離れた落ち着いた住宅街の中に今年オープンしたばかりのカフェです。入れたての美味しいコーヒーと自家製の焼き菓子サンドイッチが人気です。キッチンをぐるっと囲む大きなカウンター、一人でも通いやすいデザイン。本日は涼しくなったら来ようと決めていたテラス席でいただきます。注文したのは自家製カンパーニュのモーニングセット。ハードなカンパーニュとトロトロの卵、生ハムも一緒に乗せていただきます。旨味が凝縮されたセミドライトマト、ドリンクは2種類ついてきます。入れたてのホットコーヒーと果肉の入ったフレッシュなオレンジジュース。朝8時から営業しているのでお仕事前にもおすすめです。最後に紹介するのはちょうどさん。代々木公園で行列ができるほど大人気だったお店がひっそりと幡ヶ谷にリニューアルオープンしました。新しい店舗はヴィンテージ感のある雰囲気、本日のモーニングは焼きたてスコーンです。平日の朝8時半、住宅街にもかかわらずあっという間に満席に。ちょうどさんの味と雰囲気に惚れ込んだリピーターのお客さんが多い印象です。私もそのうちの一人です。注文を受けてから生地から作るスコーン、モーニングのメニューは日によって異なるのでお店のインスタグラムを要チェックです。ほかほか焼きたてスコーンの登場です。外はサクッと軽く、中は水分多めのしっとり生地、自家製の柿のシャムと有塩バターをつけていただきます。果肉のゴロッと入った柿のジャムがとても美味しいです。モーニングは店主さんのワンオペ営業になるので時間に余裕があるときに行くのがおすすめです。お店を出ると右側にステッピンさんというベーカリーがあり、こちらでお土産のパンを買うのが常連さんたちのルーティーンです。焼きたてのおしゃれなパンが低価格で買えるのでぜひ立ち寄ってみてください。気になるカフェはありましたか？いつもコメントありがとうございます。それでは良い一日を。